真剣へ、真剣ですわ。楊州を要する孫権を下せば、早々に曹操殿の天下になります。真剣へ、真剣ですわ。最前線で前線して、昭陽と上陽まで引きましょう。合肥新城の兵の心情、無念を晴らす旨、芝居殿の不在が伝わったとは思えません。残言の元となった各地の文は、すべて諸葛亮の打った芝居だったのでしょう。職が尺でも余裕しゃくしゃくで構えましょう。ご所望の諸問題の書物お持ちしましたわ。投降兵に指示できずとも投降はしませんわ。平坦を立つのは平坦なことではありません。敵の強行で味方が強行しています。はい、そうです。敗走しました。この真剣へ、真剣勝負で参ります。脅威となる脅威の軍を止めてみせますわ。この進行にかける職軍の思い、思いですね。困難ではありませんわ。馬車をバシャバシャ洗いましょう。前髪で前が見えないですわ。ドッキリは一度きりにしてください。ここは守備よく守備しましょう。私からは渡しませんわ。この真剣へ、真剣ですわ。私からお渡しできて嬉しいですわ。私もこれをお渡しできて嬉しいですわ。こんな困難な時代だからこそ、今度はどんなしょうもないお話をしよう。妄想が暴走してしまいそうですわ。もうそういう目で見ないでください。はあ、どうしましょう。はあ、困ったものね。どうしましょう。はあ、はあ、の絶えない世にするため、真剣へ、真剣ですわ。ああ、曹操殿、これは皆まで言わんでもいい。塞ぎ込んでした。ああ、なんということか、曹丕殿。父上、そう悲観なさらずに。むやみに活躍している人がいますわ。嫌味にならない程度に注意しましょう。ここは用地のようですね。さあ、わなわな震えてください。